報道機関の皆様にはお集まりいただきまして、感謝申し上げます。本日の記者会見では、2月26日に召集を予定しております、令和6年3月審議会定例会に提案する議案について説明をさせていただきます。市の直近事業について、まず3件申し上げます。はじめに、消費喚起応援事業でございますけれども、これにつきましては、第6弾がですね、2月1日から始まりました。市内3商工団体と連携して実施をいたしました。スマートフォンアプリチケット QR を用いた実施も4回目となりまして、消費者の皆様の間にもですね、広く定着がされてきております。前回の第5弾を大きく上回るペースで利用が進みまして、今回の第6弾は大変好評のうちにですね、2月17日土曜日午前3時をもって終了といたしました。事業は終了いたしましたが、今後も引き続き関係機関と連携して事業者支援に努めてまいります。次に、林道橋国の登録有形文化財の登録について申し上げます。林道橋は丸子総合グランド西側の内村川に架かる人道橋で、明治中期にドイツから桁が輸入され、九州鉄道で使われた後に丸子鉄道千曲川橋梁に利用されました。鉄道廃止後は大石橋として道路橋の役割を果たしてきましたが、千曲川の水害で落橋し撤去されました。その橋の部材を橋梁メーカーが保存しており、人道橋として転用架橋したのがこの林道橋であります。今回の国の登録有形文化財に登録される見込みとなり、これを記念して橋のデザインを担当した早稲田大学教授の佐々木陽氏をお迎えしまして、3月9日土曜日午後1時半から丸子文化会館スレスホールにて講演会を開催いたします。3件目はスポーツ都市宣言制定記念講演会についてであります。スポーツ都市宣言につきましては、大勢の皆様のお力の添えのもと、昨年12月に制定することができました。この度スポーツ都市宣言の制定を記念した講演会 を開催いたします。講師には元プロ野球選手で2023WBC 侍ジャパンヘッドコーチである白井一之氏をお迎えし、成果を導く言葉の力WBC 侍ジャパン編と題し、3月16日土曜日午後2時から交流文化芸術センターサントミューズで開催いたします。メジャーリーガーの大谷翔平選手の育成にも関わった白井氏から指導者としての在り方やチームのマネジメント方法などについてのお話をお伺いすることができるということでありますので、スポーツだけでなく多くの皆様にとって有益な講演会となると考えますので、よろしくお願いいたします。林道橋の記念講演会と合わせまして、多くの市民の皆様にご参加いただくとともに、報道機関の皆様におかれましては講演会の開催につきまして広く周知していただきますようご協力のほどお願い申し上げます。以上、直近の事業について申し上げました。次に、令和6年3月審議会の定例会に提案します議題について申し上げます。提案いたします案件は、条例案が15件、予算案が16件、次元決議案が5件の計36件であります。条例案から申し上げます。議案第5号、上田市犯罪被害者等支援条例の制定について申し上げます。この条例は犯罪被害者等への支援に関する基本理念を定め、被害に遭われた方の状況に応じて適切かつ途切れることのない支援を行うとともに、権利、利益の保護を図り、誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的といたしております。
国が平成16年に制定した犯罪被害者等基本法では、地方公共団体で犯罪被害者等の支援に関する施策を策定・実施する責務を課しております。今回、基本理念や支援事項を定める条例を制定し、国、県等、関係機関と連携し、被害者等の心に寄り添った支援を行うとともに、理解を深めるための啓発にも努めてまいります。議案第11号、附属機関に関する条例の一部改正について申し上げます。市では、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第 5条の規定に基づきまして、歴史的風致維持向上計画を作成し、令和5年2月に国の認定を受けました。本計画では、学識経験者や自治会等各種団体などにより構成される協議会に計画の推進状況などを報告し、意見を聞くこととしております。市の付属機関として新たに、上田市歴史的風致維持向上協議会を設置するため、所要の改正を行うものであります。今後も計画に基づき、伝統的な活動や歴史的建造物、その周辺の町並みなどを保全・保存しながら、後世に継承し、地域固有の財産を活用した地域活性化を目指してまいります。条例案については以上です。続きまして予算案について申し上げます。令和6年度当初予算編成の基本的な考え方であります。令和6年度は、第2次上田市総合計画後期まちづくり計画の4年目の年であり、総合計画に掲げる将来都市像を具体化するための施策展開を念頭に置きまして、市政の重点課題として4つの重点分野を設定し、これを具体化する事業に重点的に財源配分を行いました。歳入につきましては、地方財政計画において、地方の一般財源総額は確保されているものの、税収見通しは 0.3% の減が見込まれており、上田市においても、市税全体では令和5年度から2億円余 1.1% 減の215億円余の予算を計上いたしました。なお、歳出関係の具体的な内容につきましては、後ほど申し上げます。予算規模でありますが、まず一般会計においては、当初予算額712億9000万円となり、前年度の当初と比較して 0.1% の減となっております。特別会計は6会計で、総額348億2707万円余となり、前年度の当初予算額と比較して 0.6% の増となっております。企業会計は3会計で、総額195億7211万円余となり、前年度の当初予算額と比較して 8.0% の増となっております。次に、当初予算の特徴について申し上げます。主な事業については、資料に記載のとおりでありますが、4つの重点分野ごと、新規あるいは充実した事業を中心に何点か申し上げます。はじめに、子ども・子育てに優しいまちづくりの推進についてであります。子ども・子育て支援施策の根幹となる、第2次上田市子ども・子育て支援事業計画については、令和6年度に終了となることから、今年度に実施したニーズ調査等の結果をもとに、次期計画の策定に着手してまいります。また、経済的に安心して出産・子育てができる環境整備のため、市独自の制度としまして、今年度スタートしておりますが、出産祝い金給付事業や、対象年齢を一部拡大し実施しております福祉医療費給付事業のほか、育児不安などの心身の負担を軽減する産後ケア事業、
物価高騰対策のため、学校給食費の改定による増額分の一部について、保護者負担の軽減を図る学校給食負担軽減事業を継続実施するなど、多様な面から子ども子育て支援を図ります。次に人生100年時代を見据えた健康づくりの推進についてであります。健康都市実現のため、これまでも取り組んできております。健康を幸せづくりプロジェクト事業におきまして、令和6年度は講演会等の開催も行うなど、一層の健康づくりを推進してまいります。また、地域包括支援センターなどの施設整備への支援として、県の補助を活用して実施する地域医療介護総合確保基金事業補助金のほか、家計病院と三沢山病院の再編に伴う公的病院再編成補助金により、地域の医療提供体制確保を図ってまいります。次に、安全安心なまちづくりの推進であります。先ほどの条例案で説明いたしました、宇田市犯罪被害者等支援条例に基づく、犯罪被害者等見舞い金及び日常生活支援給付金により、被害者等への経済的な支援を図ります。また、昨今、被害が急増しております有害鳥獣の出没予防や森林の維持、保全による災害の未然防止を図る、自治会等への里山整備事業交付金のほか、橋梁の耐震化や道路等の修繕について計画的に進めるインフラ超寿命化修繕事業、防災・減災の取り組みである緊急自然災害防止対策事業を引き続き実施する中で、各種災害に対する地域の安全・安心を確保してまいります。次に GX/DX の推進であります。 GX グリーントランスフォーメーションの取り組みですが、昨年11月に国から選定を受けました脱炭素先行地域の計画実施にあたり、上田電鉄別所線沿線エリアを中心としたゼロカーボンと交通のまちづくりの実現のため、各種事業の実施を担う地域エネルギー会社に主として参画してまいります。また、生ごみの資源化を行う有機物リサイクル施設の整備に向け、調査業務等を実施いたします。そして現在、環境影響評価の準備書の手続きを進めております、資源循環型施設建設事業の進捗と合わせて進めることで、環境負荷低減に向けた取り組みを継続してまいります。DX、デジタルトランスフォーメーションの取り組みとしましては、上田市マルチメディア情報センターの事業を見直して、機能を移転する仮称市民 ICT 支援センターについて、移転先となる東庁舎の改修工事に着手し、地域のデジタル推進を支える新たな拠点の整備を本格化してまいります。また真田地域でのコミュニティアプリや竹志地域での自動運転芝刈り機導入など、各地域で特徴的な DX 取り組みを実践することで、さまざまなデジタル技術を身近な存在としてまいります。以上、重点4分野の主な施策事業について申し上げましたが、これらに加えまして、さらに町の魅力向上に寄与するため、事業を進めます。中心市街地の活性化とにぎわいの創出といった視点も重要でありますので、各種取り組みを推進してまいります。上田城跡の櫓や武者だまりの整備に向けた機運は着実に高まってきております。またこの機を逃すことなく、中心市街地と連続的な取り組みを図るため、上田城跡、上田駅、柳町周辺の市街地を中心に、回遊性を高める上田城下町エリアビジョンを策定いたします。またこれと並行し、
城下町エリアでの取り組みの中心となる矢倉復元推進事業について、引き続き魅力発信や資料調査を進めるとともに、武者溜り整備に必要な整備基本計画策定や地質調査も実施してまいります。周辺景観の一体的な確保を図るため、あるいは美観向上を図るため、大手門町角テラス整備事業では、中央交差点と上田城の中間といえる位置に広場を設置することで、商業エリアと上田城エリアのつながりに寄与するものと期待しております。さらにエリアをつなぐ一つのツールとして、この3年間、社会実験を経ておりましたが、このたび社会実装段階に入ります、シェアサイクル活用事業により、当市を訪れる皆様の回遊性を高めてまいります。ソフト面では、商工会議所やまちづくり会社と連携し、市街地でのイベント作り等を進める中心市街地活性化活動支援事業負担金や、中央商店街とその周辺で新規出店する事業者への改修費の補助を行う中心市街地活性化出店支援事業補助金などのほか、若い世代が集い商店街や地域の皆様との連携が進む街中キャンパス運営事業を展開いたします。こうした街中と上田城跡におけるさまざまな取り組みを重層的に展開することで、地域のにぎわいを加速させ、歴史文化的な付加価値が高まり、町の風格、品格が向上するものと考えているところであります。以上、当初予算の特徴について申し上げました。次に、令和 5年度3月補正予算の概要について申し上げます。今回の3月補正予算でありますが、一般会計につきましては、2つの補正予算を提案いたします。まず、一般会計補正予算第9号につきましては、低所得世帯等に対する家計負担の軽減を図るために支給する、物価高騰対応重点支援臨時給付金事業に係る経費を計上しております。これらは早期に実施が必要な経費であることから、最終日を待たずに議決を得るため、通常の予算、補正予算とは別に編成したものであります。また、一般会計補正予算第10号につきましては、12月以降必要が生じました事務事業経費の調整や、国の補正予算に伴う事業費の計上のほか、令和5年度執行見込みに伴う事業費及び財源調整にかかる予算の計上であります。このほか4つの企業会計において補正予算を提案いたします。予算案等については以上であります。最後に次元決議案について申し上げます。次元決議案については、議案第32号、国保道路メンテナンス事業橋梁上部工事神川橋ですが、この請負変更契約の締結についてなど、全5件を提案させていただきます。以上、私からの説明は以上であります。